さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。4月までは全くと言っていいほど動きがなかったダブルリーグですが、5月に入り一気に動きがありました。移籍や引退、そして新ヘッドコーチなど様々な情報が出てきました。今回はそれらについて見ていきたいと思います。それでは5月4日の時点で新たに去就が判明している選手を見ていきたいと思います。では5月1日にコーチから抹消された選手、つまり移籍か残留が決定した選手を見ていきます。まず3月22日に公示されていた元日立ハイテクの佐藤光選手はアランマーレ秋田へ移籍が決定しました。続いて3月29日に公示されていた元山梨の内堀信奈選手はアイシンウィングスへ移籍が決定しました。ちなみに新シーズンから登録を荒木信奈とするようです。続いて4月5日に公示されていた元エネオスの中村ユニカ選手は富士通レッドウェーブへ移籍が決定しました。続いて同じく4月5日に公示されていた元デンソーの笠木春奈選手は三菱電機コアラーズへ移籍が決定しました。続いて4月5日に公示されていた元三菱電機の河合舞選手はトヨタ自動車アンテロープスへ移籍が決定しました。続いて同じく4月5日に公示されていた元トヨタ紡織の野町咲子選手はアイシンウィングスへ移籍が決定しました。続いて同じく4月5日に公示されていた元シャンソンの石川愛選手はデンソーアイリスへ移籍が決定しました。続いて同じく4月5日に公示されていた元愛心の梅木千夏選手はトヨタ自動車アンテロープスへ移籍が決定しました。続いて同じく4月5日に公示されていた元愛心の宮下紀穂選手はトヨタ自動車アンテロープスへ移籍が決定しました。以上の9名が5月1日に公示から抹消された選手です。まず日立ハイテクの佐藤選手、新規参入のアランマーレ秋田への移籍となりました。もともとアランマーレは16人保有している状態だったんですが、一人の選手が退団したことで佐藤選手が入団する運びになりました。新規参入のアランマーレにとって少しでも経験のある選手を獲得したい状況だったと思います。この獲得でアランマーレのダブルリーグ経験者が3名になったと思うんですが、いろいろな経験をしている佐藤選手には様々な面で引っ張ってもらいたい存在だと思います。続いて元山梨の荒木選手、荒木選手というとピンとこない人も多いと思いますが、内堀選手というとわかる人も多いと思います。昨年ご結婚されて昨シーズンは内堀姓で登録しプレイしていましたが、新シーズンから荒木姓で登録しプレイするようです。昨年も自由契約リストに乗り、昨年は残留しましたが、今年は愛心へ移籍となりました。愛心は梅木選手が移籍したということで、ガードの補強に動いた形になりました。経験もある選手なので、移籍してもすぐにチームに馴染めると思いますし、スタートでも途中からでも力を発揮してくれる選手だと思います。続いて元エネオスの中村選手。故障者が続出したことでプレイタイムを増やした中村選手ですが、もともと力のある選手で、しっかりと結果を残し、皇后杯制覇に貢献しました。富士通ではインサイドで頑張ってくれると思います。オコエ選手の負担が減ると思いますし、オコエ選手も生きてくると思いますし、中村選手が入ることでバランスが良くなるんじゃないかなと思います。サイズこそ高くないですが、身体能力が高く力強いプレーが持ち味でもあるので、富士通にとってはいい補強になったと思います。続いて元デンソーの笠木選手、三菱電機は河合選手が移籍したということで、ガードを補強する形になりました。笠木選手は伝送のいない選手のバックアップとして活躍。プレイオフの三菱電機戦では、勝利に大きく貢献するスリーポイントを決めるなど活躍。三菱電機では三崎選手、藤田選手との競争になると思いますが、与えられた場面でしっかりと働いてくれる選手ですし、まだまだ伸びしろもある選手なので、非常に楽しみな移籍だと思います。続いて元三菱電機の河合選手、個人的な予想ではガードが抜けた日立ハイテクなどに移籍するのかと思っていましたが、ガードが充実しているトヨタ自動車への移籍となりました。
成長したいという思いから移籍を決断したという背景がある選手ですので、あえてトヨタ自動車に移籍する決断をしたんだと思います。タイムシェアするチームですが、競争がさらに激化しそうです。続いて元トヨタ某職の野町選手。梅木選手、宮下選手というチームの軸が移籍した愛心にとって、経験豊富で安定感のある野町選手の獲得は非常に大きいと思います。後ほど話しますが、愛心はヘッドコーチも変わりますし、新シーズンでは全く新しいチームになると思います。そんなチームにとって野町選手の存在は大きいですし、スリーポイントが課題でもある愛心にとって、スリーもある野町選手はフィットすると思います。続いて、能登シャンソンの石川選手。昨シーズンは怪我の影響で1試合も試合に出ることができない苦しいシーズンでしたが、もともと持っている能力は非常に高く、それでいて伸びしろも非常にある選手。伝送ではどのような起用になるかわかりませんが、間違いなく戦力アップになりますし、サイズがありながら機動力もある選手ですので、伝送の目指すバスケットにマッチすると思います。続いて、元愛心の梅木選手と宮下選手。共にトヨタ自動車への移籍となりました。ガードにしてもフォワードにしても充実しているトヨタ自動車への移籍ということで、挑戦という背景がある移籍です。トヨタ自動車は河合選手を含め3名の選手を獲得。戦力が充実しているチームですが、さらに大型補強した形になりました。タイムシェアするチームとはいえ、これほど能力のある選手が多くなると、起用法も難しいです。同時に8人10人が試合に出れるならトヨタ自動車は相当強いですが、当たり前ですがバスケットは当然5人しか同時には出れません。そういった意味では単純に大型補強が機能するかどうかは不透明な部分もあるのも事実です。競争が激化するのは当然ですし、ヘッドコーチの手腕がより試される新シーズンとなりそうです。以上が5月4日までに判明している移籍です。それでは最後に新ヘッドコーチが発表されたチームがいくつかあるので、すでに判明しているチームも含めて見ていきたいと思います。まず東京羽田ビッキーズは、萩原美希子さんが新ヘッドコーチに就任することが発表されています。続いてエネオスサンフラワーズは、佐藤清美さんが再びヘッドコーチに就任することが発表されています。続いてトヨタ紡織サンシャインラビッツは、知花武彦さんが新ヘッドコーチに就任することが発表されています。最後に愛心ウィングスは中川文和さんが新ヘッドコーチに就任することが発表されています。以上の4チームが新ヘッドコーチを発表しています。注目は東京羽田と愛心。東京羽田はアンダーカテゴリーで指揮を取っていた萩原さんを招聘。ダブルリーグではどのような指揮を取るのか注目されます。ただ教え子も多いと思うので、そういった意味ではスムーズにいくかもしれません。そして愛心は中川さんを招聘。正直驚きましたが、愛心の本気度が伺えます。トヨタ紡織時代の教え子の野町選手も同時に獲得し、選手とヘッドコーチのつなぎ役としても期待されます。軸が移籍した愛心を中川さんが一体どのように導いていくのか注目されます。一気に動き出したWリーグ、それでもまだ去就が判明していない選手も多いので、今後のダブルリーグの動きも注目されます。それでは今回はこのあたりで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。